民主革命党は、パナマで1979年に結成された、民族的な左派政党である。当時パナマを支配していたオマル・トリホス将軍の与党として結成された、社会主義インターナショナルに加盟している。トリホス将軍は、パナマ運河の返還やキューバとの関係強化など、民族主義的、左翼的色彩の強い政策を行っており、民主革命党の政策も当初はそれに準ずる。 ものであったしかし、1981年に、鳥星将軍が不可解な飛行機事故で死去して、以降、後継者となったマヌエル・ノリエガ将軍が、アメリカ合衆国の保守派との妥協、取引を進めるとともに、民主革命等も急激に保守化していった。ところが1989年には、ノリエガとアメリカ合衆国との対立が激化し、パナマ侵攻に至る。 ノリエガ将軍は逮捕され、民主革命党も政権から排除される。しかしその後、1994年にエルネスト・ペレス・バジャダレスが民主革命党から大統領に当選した。1999年の大統領選では政権を失うが、2004年の大統領選で、オマル・トリホス将軍の子供であるマルティン・トリホスが民主革命党から立候補し、 当時圧倒的な得票で当選した。ただし、オマルトリホス将軍の時代と比べると、民主革命党の政策は恩恵化している。ありがとうございます。